こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。つい先日、ね、1日の売上800ドル突破しましたということでね、ご報告いただいた、会員さんの売上、今年の、目標ということでね、1月の売上1万ドルというのを言ってたんですけど、あっさり達成しました。ね、つい先日、3日前にですね、800ドル行きましたということでご報告いただいて、でも、このね、そういくかどうかわかんないですけど、1日800ドルね、キープできると2万4000ドルということでね、これ年末の、1万ドルは確実でしょうなんて話をね、3日前にしたんですけど、とうとうね、1万ドルを超えました。シンガポールとオーストラリアマーズ合わせて1万479ドル。前回の売上が7727ドルですから、一気にね、2500ドル。25%以上伸びてると。やっぱり Amazon 売れるときはね、在庫入れるときは本当たくさん売れますんで、売り上げはある程度商品見つかれば、ね、あれよあれよという間に伸びていきます。今年はね、まだこのホリデーシーズン間に合わなかった会員さんも、来年ホリデーシーズンまで行かなくとも、1万ドルって売り上げは簡単に達成できますんでね、またいろいろ報告、相談していただきながら、ね、アマゾン輸出、オーストラリアアマゾン、あるいはね、人によってはシンガポールもアマゾンも合わせて、取り組んでいただければと思います。1万ドル達成おめでとうございました。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。